はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております、三条でございますけれども、今日はここ千里中央駅に来ております。これからね、ある鉄道路線に乗っていこうと思うんですけど、この路線はある大きな特徴を持っています。これはね、倹約家でおなじみ関西人のね、僕でもちょっと笑みがこぼれてきそうなね、そういう特徴なんですけど、そう、日本一安い初乗り運賃で乗れる鉄道っていうのがね、ここから出ております。果たしてそれいくらなのかっていうのと、なんでね、そんだけ安いのかっていうところで、ちょっと早速ね、乗っていきたいと思います。というわけで今日もよろしくお願いします。日本一安い運賃と聞いてちょっとスキップが止まりません。その路線というのが書いてある通り、北大阪急行線です。千里中央から3駅先江坂まで結んでいる路線。関西以外の方はね、あまり聞いたことがないかもしれません。その衝撃的なお値段は100円です。これはすごい、ワンコインで乗れてしまうんですね。少し前まではこの初乗り運賃っていうのが90円だったんで、これでも少し高くなっています。3駅先の江坂まで行っても140円、子供料金に至っては50円という破格の値段で乗ることができます。逆に心配ですよね。これには駄菓子屋さんもひっくり返るんじゃないでしょうか、知らんけど。この千里中央から出ている北大阪急行線なんですが、江坂から先は値段が跳ね上がるんですね。それはなぜかというと、大阪メトロ御堂筋線と直通運転をしているからです。梅田、難波、天王寺等を通って中本まで続いています。御堂筋線と聞くとピンとくる方も多いかもしれません。早速お財布からなけなしの100円玉を取り出しまして、本当にね、これで切符が買えるのかと半信半疑のままボタンを操作します。いや、たかが30円40円の差じゃないかって思うかもしれないけど、これね、牛丼の価格と同じで、ここの10円20円の差っていうのは本当に大きいんですよね。そして日本一安い切符を手に入れまして、鉄オタもにっこり我が物顔でいきり倒しながら、この100円の切符を改札機に吸い込ませます。で、この北大阪急行線なんですけど、日本一安い運賃でありながら車内がとっても快適なんですよね。このギャップにも注目していただきたいと思います。今やってきた列車、北大阪急行線の車両、ポールスターという愛称が名付けられています。大阪メトロの車両も快適なんですが、北大阪急行線の車両が来ると、これ少しね、得した気分になるんですね。その車両に早速乗り込みます。パッと車内を見てみると、こう木目調で、そしてシートは緑色、かなり座り心地がいいシートです。この雰囲気を見てね、分かる人は分かると思うんですが、これ阪急の車両とそっくりなんですよね。とても上品な雰囲気が漂っております。列車は千里中央駅地下ホームを出発。今阪急に似てると言いましたけど、北大阪急行っていうのは阪急の子会社なんですよね。作ってるところも阪急と同じなようで、阪急伝統の高貴な内装というのを受け継いでおります。今初乗り運賃100円で乗ってるわけなんですが、日本全国見てみると、北大阪急行線と同様、初乗りが100円という路線っていうのは存在して、若狭鉄道とか岡山電気軌道っていうのもまさに同じ値段、100円が初乗り運賃になっているんですね。関西においてはこの北大阪急行線が一番安いという形になっております。じゃあ、これなんでこんな安く設定されているのかってことなんですが、それはこの後わかることになります。北大阪急行のロゴを見てみると、中に阪急って書いてあるんですよね。これ結構有名な話なんですけど、これは狙ってこういう名前にしたのかはわからないんですが、阪急と関わりが深いということを表しているわけです。というわけで2キロ先、桃山台駅に到着です。この千里中央から桃山台の区間っていうのが、100円で乗車できる最長距離ということでね、僕は今この瞬間、日本一コスパがいい鉄道の乗り方をしたわけです。関西はね、高いもの自慢というより安いもの自慢ですからね、笑みがこぼれます。これホーム内にある自動販売機なんですがね、この100円の切符を目の前に触れ上がっております。どの商品もね、130円、140円、160円、初乗り運賃より当然高いわけですからね、あまりのショックにね、現実逃避をしたいんでしょうか、ピコピコと。うまくね、こちら側に値段も見せられないわけです。100円で2キロも移動しまして、高級なシートに乗ってもう大満足、改札を出ます。ここからもね、もちろんどちらの駅に行くにも100円、また破格の値段で進むことができるんですね。まあでもね、もうお金もったいないですからね、ここで移動するのはやめ、気がついたらね、出てきてましたんで、これを用いてまた移動していくことにします。奥から見えてきたのが大阪メトロの車両、これがやっぱ一番多いかな、よく目にする車両です。先ほども言ったようにね、なんでこんなに安いんだっていうことで、それがよくわかるスポットがありまして、そこまで乗っていこうと思います。先ほど来た千里中央まで再び戻っていくことになります。
この北大阪急行線っていうのはほとんどが地上区間なんですよね。この奥に見える大きなマンションかな、これが千里中央駅のすぐ近くにある建物です。この先地下に潜りまして右側にカーブしていくということになります。この列車を挟むように国道423号線が走っておりまして、新御堂筋と言われます。そしてこの先ですね、進行方向右側に注目していただきたいんですが、100円という恐ろしく安い値段で乗れるその理由っていうのが分かるスポットです。あー今見えたんですがちょっと分かりづらい。今一瞬見えたのが使われていないトンネルなんですね。少し分かりづらいと思いますので、反対方向の列車から見た時の映像です。これですね、まさに右側空洞が2つ開いておりまして、上下線用のトンネルがあるのが分かります。このトンネル50年前までは使われていたんですよね。本来千里中央駅っていうのはここにはなくて、先ほど見えたトンネルを進んだ先に昔の千里中央駅っていうのがありました。そして路線は千里中央からさらにその先まで伸びていたんですね。その先にあった駅というのが万国博中央口駅です。そう、1970年に開催された大阪万博、その会場までお客さんをダイレクトで運ぶという役割を果たしていたわけです。万博終了後はその線路っていうのは廃止しまして、千里中央駅をね、まさに今到着しているこの場所に移して万博輸送線という側面から通勤路線に変貌を遂げたわけです。大阪万博の際にね、鬼のような利用数があったので、もう開業したその年のうちに建設費を賄えてしまったんですね。それゆえに今でもこうやってね、初乗り100円という破格の運賃を設定できているわけです。この路線も最初はね、もう赤字覚悟という感じだったらしいので、大阪万博がとんでもない盛り上がりを見せたからこそ、今こうやってね、鉄オタがにっこりしながら列車に乗れているわけです。よく考えてみたら、新大阪から一本で会場まで行ける線路があったわけですから、その当時開業したての東海道新幹線に乗ってきて、北大阪急行に乗って万博に行くというルートが確立されたわけなんですね。その恩恵を今でも受けることができます。まさに今、右側に見えてくるこのトンネル、何気ない空洞に見えるんですが、そういう歴史が隠れていたんですね。このトンネルを曲がって右にカーブしまして、中国自動車道と一緒に並走するように走っていました。今まさに大阪モノレールが走っているところなんですけど、そこをたどっていくと今もなお太陽の塔を見ることができます。以前もね、一回動画では上げたんですが、旧千里中央に行く階段跡っていうのがあるんですね。それと先ほど見たトンネル以外はね、ほとんど遺構が残っていないということで、北大阪急行海上線っていうのはもう幻の路線というのにふさわしい路線です。江坂を越えるとね、結構値段がバッと上がりますんで、この北大阪急行線内でのみ日本一の安さというのを味わうことができるようになっています。今回は北大阪急行線のご紹介でした。というわけでこの動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。